からお客さんを増やしたいなら、お客さんを増やすようなやり方でやらないとダメですよね。ホームページまで飛ばないとわからないわけだから、しかもですよね。はい、そう。だから勝手な自分の都合で考えちゃダメなんですよ。自分がやってるダイエット、これなんだっていう、なんとかダイエットっていうコンセプトが面白いと本になると思います。やはり本にするには、なんとかだけダイエットじゃないと、本としては成立しないんですよね。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、Dear Ken、ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速、人生相談の続きからご覧ください。それではラジオネーム、みすずさんです。質問をよろしくお願いいたします。はい、健さん、まどかさん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私ですね、主人が漢方の薬屋さんをやっていて、私も自分自身の、カウンセリングとかセッションの、ブランディングをして、お客さんを来ていただけたらいいなと思い、クラブハウスに出会って、クラブハウスでいろいろルームを立ち上げてご活躍のされてる方を呼んだりしているんですけど、なかなかそのお店のお客さんや自分のところに、お客さんという方たちがですね来なくて、それで自信をどんどんなくしちゃっているので、それをどうしたらいいかなと思ってKenさんにお話をお伺いしたくてお願いしました。よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。今なんでこうお客さんが増えないと自信がなくなるんですか？自分がこのクラブハウスでなんていうのかな、人のお役に立つっていうことをしていると、なんだかそこにつながる気がしてそれはないですよね。例えば、はい、毎日ね家の前を掃き掃除したからって言ってお客さんって増えますかね？気持ちはそんな気にはなるかもしれないですけど、そうそうだから社会奉仕するからといってお客さんが増えるのは直接関係ありませんよね。だからそれで自信がなくなったりセルフイメージが下がるのはおかしな話で、例えば老人ホームでね週に2時間こうボランティアしてるからって言ってお客さん増えると思わないでしょ。だからもしそれお客さん増えるとしたら、自分のそのライフワークである薬局っておっしゃいましたっけ？あ、そうですね、相談のはい、そうそれを 100% やって、はい、でその自分の薬局に来てくれそうな人たちが毎回1000人来てたら、これは売り上げ増えますよね。でも自分の地域と関係ない人のに役に立ってもお客さん増えませんよね。違いますか？そうですね。はい、だからお客さんを増やしたいなら、お客さんを増やすようなやり方でやらないとダメですよね。ここがじゃあなんか勝手につながってる気がしてたんですけど、だからそれはその期待してただけで、その期待が裏切られただけのことなんですよ。だからそのやり方だとうまくいかないっていう方法が一つ分かっただけで、別に自信なくす必要もセルフイメージが下がる必要も全然ないんですよ。あ、すごくそこが密接に自分の中でイコールな感じがしてますそれはだから変な妄想ですよ。あ、それは妄想ですか？そうだって、クラブハウスやったって何やったってお客さん来るかどうかあんま関係ないじゃないですか。なんかすごくはいそうで、もしねそれをお客さん増やしたいなら、お客さんが増えるようなトピックで増えるようなルームをやらないとダメですよね。だから例えばだからご自身のねミスズメソッド公開とかっていうのを毎日やってて、何百人も人が来たら増えるんじゃないですか？でもどうでもいい雑談を有名な人が来たから人にね集まったからっていうとお客さん増えないでしょ。なんか聞いていて皆さんが喜んでくれてるのとか、自分はそういう生き方をしてるとこうなるんだっていう聞くのは大好きなんですね。じゃあそれとはまた別っていうことなんですね。全く違います。なぜかというと、そういうふうなのいいなと思っても、わざわざそのお客さんになりたいと思うかどうかっていうとまたちょっと別の話ですよね。そうだから例えばさっきのダイエットポリスさんがご自身でルームを立ち上げて、いつもダイエットの話をしたり、面白おかしくてこういうメソッドがあるんだとか、こういうふうにしたリバウンドするんだって話をずーっとやってたら、きっとお客さん増えると思います。そうでもそうじゃなかったとしたら、例えばじゃあこういうふうに考えてくださいよ。子育ての悩みとかをね、幼稚園の園長先生がずっと語ってたとしましょうよ、はい、そうするとそこの幼稚園の園児ってバカすか増えますかね。だって名古屋にあるんだったらその地域の、 半径3キロぐらいのところに住んでないとその幼稚園に子どもは送れないじゃないですか。あ、そうですね、幼稚園はそうですね、はいはい。でも薬局も似たようなところあるでしょ、やっぱりそこに行かないと。いえいえ、もう今はZoom でカウンセリングさせていただいたりとか、うん、送らせてもいただいているので、もともと。それはちゃんとみんな知ってるんですか。いえ、ホームページに飛んでいただければだからホームページまで飛ばないとわからないわけだからしかもですよね、はい、そうだから勝手な自分の都合で考えちゃダメなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではラジオネームダイエットポリスさんです。質問よろしくお願いいたします。はい、ケンさん、まどかさん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、質問なんですけども、はい私はダイエットの指導、ダイエットサポートをする、仕事をしておりまして、はい以前からブログとかあと SNS で情報発信をしております。で、今目標を目指しているところとしては、ダイエットの本を出版したいなと思っていて活動しているんですが、どうやったら、それを、実現させることができるかなっていうのをケンさんにお聞きしたいと思いました。はい、ありがとうございます。元警察官の方でしたっけ。はい、そうです。そうですよね。そうそう、はい、僕もいろいろ読ませていただいて、非常にユニークな方だなと思って、僕も参考にさせていただいてます。ありがとうございます。ダイエットってね、興味ある人たちも多い反面、提供する人たちも多いんですよね。はい。だから例えば今ちょうど別の本にそういう話をしてたんですけど、1日1食ダイエットっていうのから7食ダイエットっていうのもあるし、糖質制限っていうのもあるし、糖質制限良くないっていうのもあるし、いろんな流派が分かれてて宗教みたいなんですよね、はい、でどれが正しいかっていうとどれも正しい可能性があるんですよ、はい、だから自分がやってるダイエットこれなんだっていうキーコンセプトをまとめたダイエットポリスのなんとかみたいな、なんとかダイエットみたいな、なんとかダイエットっていうコンセプトが面白いと本になると思います。例えば水飲むだけダイエットとかね、あるいはバナナダイエットってもそうですけども、例えばバナナダイエットっていうのを本は100万部売れたんですけど、続編を朝バナナだからよしって言って 夜トマトってやったら大ごけしたんですよね。だから同じようなコンセプトでもうまくいくかというとそうじゃないんですよ。なんか朝バナナ食べたら痩せそうな気がするけど、夜トマト食べてもあんま痩せそうな感じしないじゃないですか、はい、例えばだからダイエットポリスさんの一言で言うと、僕のダイエットはなんとかなんですっていうコンセプトは今のところ何かあるんでしょうか。今のところはキーワードは習慣っていう言葉ですね。習慣、何の習慣、例えば水を飲む習慣なのか、運動する習慣なのか。そうですね、なかなか一つ、とか少なくっていうのを絞るのはどうしても、はい、できないというか。そうですよ。そういう時ですごい誠実な方なんですよね。だからそれを例えばなんとかだけってことは本当はないはずなんですよ、はい、なんだけどやはり本にするにはなんとかだけダイエットじゃないと本としては成立しないんですよね。だっていい習慣ダイエットってそりゃそうだろうってツッコミが入りますよね。だから例えばなんとかだけなんとかをしてはいけないとかっていうコンセプトをやっぱ明確にしていった、それ面白いとかできそうっていうふうに、例えば朝バナナって誰でもできそうじゃないですか、はい、それが効くかどうかともかくで、糖質オフっていうのも好きなだけ、糖質じゃなければ食べていい、これはなんかすごく誘惑がありますよね。だからこれもやっちゃダメ、あれもやっちゃダメで頑張りなさいだと誰もやりたくないわけですよ、はい、だから今自分がやってらっしゃる中でこの習慣を一つだけ身につければいいですよっていう、そういう、例えば朝10分散歩ダイエットねでもいいかもしれないし、とにかくそういう、それだったらできそう、面白そうっていうコンセプトが形になるかどうかってことなんです。これは他の本でもそうなんですけど、で思わず聞いただけでそれ何っていうのと、なんか面白そうっていうふうに思えるかどうかなんですよ、でそうじゃないとそれやってみようとか本を読んでみようっていうふうにならない。だからきっとダイエットポリスさんの中にもなんかそういうのがあるはずです。でそれはお客さんの中でこういうことを言ってくれたとかああいうことを言ってくれたっていう感想の中にヒントがあるはずですよ。例えば皆さん感謝されるときにどういうことを感謝されます？そうですね、なんか例えばですけども、なんか、まあ、やる気というかモチベーションが下がったけども、まあ、でもなんか食事とか、まあ、生活の習慣が身についていたので、今までと違ってリバウンドせずに済んだとかっていうふうな声なんかも時々聞いたりします。なるほど。そうするとね、例えば僕はまあ、密かに将来書いたら面白いなと思って、別にそれはよかったら使ってもらいたいんですけど、なぜダイエットは失敗するのかって本は興味ありますよね。はい、そうするとそれは何でだろうって思いますよね。で、自分も失敗したと思ったら読んでみたいじゃないですか。はい、でそういうのをそのダイエット そういう糖尿の専門家とかと一緒に組んで書いたりとかすると、本としては成立する可能性がありますよね。なのでお客さんが今まで困ってきたことで、そしてそれを解決するっていうことができたら、その本っていうのは売れると思います。いいですね。なぜ失敗するのか、そのコンセプトをまとめていくっていうのがダイエットポリスさんのライフワークにもつながっていくと思います。というか今までやってきたことなんですよ。今までやってきたことを一言で表すにはっていうのをぜひ考えてみてください。はい、わかりました。はい、これはかなりの大きなヒントというか、具体的な、ね、この先のきっかけになることなんじゃないかなと思いますけれども、そのうちに、はい、そうですね。本当にそう思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。人柄が素晴らしいからね、絶対ファンの人たちは増えると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームとしゆめさん。私がお勧めしたいのは暇と退屈の倫理学、増補新版という国分光一郎さんの本です。ふと感じる退屈について、過去の哲学者の分析をベースに独自の捉え方についての著者の整理、進化の過程を一緒に楽しめます。様々なコンテンツが増えている今、むしろ人は退屈になっているのではないか、そんなことを考える一冊でしたということで送っていただきました。そしてケンさんが選ばれた本、何でしょうか。はい、新しい神話、穴口恵子さんとすみれさんが書いた本ですね。穴口恵子さんはケンさんも以前からのお知り合いでいらっしゃいますよね。はい。で、すみれさんはもうそれこそ小学校の時から知ってるわけで、神様小学生っていう本がね、出たんですけど、あの時はもうすごいちっちゃい印象だったんですけど、今もうすごいお姉さんになっちゃって、でもメッセージは一貫して変わってないし、これからは一人一人が神様になる時代だよって書いてあるんですけど、なんかね、すごく心がふわふわふわってなるような本でした。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。Dear Ken @iuoffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。自分で自分を諦めなければ人生に負けはない。斉藤モタ。本田健の人生相談 Dear Ken、いかがでしたでしょうか。ケンさんね、本当に最近は執筆活動も含めてかなり大変なスケジュールだったっておっしゃってたんですが、少し前なんですけれども、はい、MB さん、ファッションプロデューサーの MB さんと一緒にケンさん対談されて、これはケンさんのオンラインサロンメンバー向けにまず5月の末に対談をされてということなんですが、いかがでしたか。なんか異色のコンビみたいな組み合わせみたいな印象だったんですけれど。MB さんとは僕直接存じ上げなかったんですけど、まあ、いろんな偶然というかがありまして、今回対談させていただいたんですけど、若い人の間ね、すごい人気で、ああこういう人が出てきて素晴らしいなと思って対談させていただいたんですけど、まあ、新しいね、その世代のリーダーの人たちを僕はすごく応援したいなと思っていて、で彼と対談させてもらって、すごいね、感性が豊かな人だなっていうふうに思いましたね。今のなんか風みたいなのは感じられましたか。そうやっぱりね、こういう人が人気になるんだなっていうね、なんかふわ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 っていういい風が吹いてる人なんですよ。そういうのってやはり何でしょう、その特質ってもともと持ってる、生まれ持ったものなのか、築き上げてきてる何かなのか、何なんでしょうかね。やっぱりその人がこう築き上げてきたものと、あと周りの人たちの応援とか、そういうものの複合でそれができるんじゃないか、まあ、その人が持ってる空気感みたいなもんですよね。そういうのがあるんじゃないでしょうか。見たかったっていう方のために、対談動画を期間限定で本田健公式 YouTube で一般の方にも、公開していますので、よかったらご覧になってみてください。そうですよね。すごい対談面白かったですよ。はい。さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画など、さまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこの Dear Ken の質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後の健さんと私のトーク Dear Ken のこぼれ話以外に、毎朝健さんの一瞬で人生が変わる名言を、またボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田書卸しの新刊が届く本田健書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで、健さん、今回もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いつかそよ風が教えてくれた魔法の国サトゥーの話、そこでは誰もが魔法使いよりも不思議